お疲れ様です。舞姫大学でございます。今回はですね、ツイッターのトレンドに上がってきたミスコンというね、キーワードについてちょっとお話ししていこうと思いますけども、ミスコンっていうのはね、女性がこう美を競う、そういった大会であったりイベントだったりすると思うんですけども、こういうのが出るたびにですね、必ずと言っていいほど、このミスコンテストに象徴される女性の人権侵害、こういうふうな説をね、論じる方が出てきていて、その論文がちょっと上がってきたんでね、取り上げてみました。これがね、日本大学大学院総合社会情報研究科の山本典子さん、山口典子さんっていうね、お名前も持ってらっしゃる方だと思いますね。これは旧姓と、それから結婚後の名字ということなのかなと思いますけども、詳しくは分かりません。概要をね、まとめてみますと、この方が言われる、もしくは似たような考えの方っていうのは、ミスコンっていうのがこの5つの問題があるんじゃないかなっていうふうに、話されているんですよ。1つ目が、外見重視の評価っていうことですよね。女性を容姿で、判断し、人格や能力を軽視すると。これについてはね、ミスコンって結構自己 PR の時間があったりとか、自分の人格とか能力っていうのを、その女性一人一人が美にどのように結びつけていくかっていうふうな、非常に知性的な戦いだというふうには思うんですけどもね。だから、寝て起きてすぐ来ましたって人は、まずミスコンで入賞することはないと思いますんで、やっぱ女性の知恵の結晶のような気がするんですけども、どうでしょうかね。で、二つ目が、性的客体化っていうのがあります。女性を男性の視線向け商品と扱い、主体性を奪うとありますけども、これに違和感を感じる人っていうのは、そもそも出場してないような気がしますんで、主体性を奪うというよりも、主体性があるからミスコンに出てくるのかなと思うんですよ。やっぱり、これに関してね、やっぱり出場がどうしても、嫌だなっていう人は出てこないと思いますんで、まさに、女性の、男性の視線向け商品として扱うって、その商品として扱われることが嫌だなって思う人は出てこないような気がするんでね、これはどちらかというと、出場される方への批判というふうに受け取りたいかなと思いますね。で、3つ目が、差別と偏見の助長っていうのがあります。要するに、特定の美の基準を押し付けて多様な女性の美を否定するってありますけども、どうなんですかね。ミスコンに出場される女性っていうのは、自分の判断でどうやったら高得点が取れるかっていうことを考えてやってくると思いますんで、誰かが押し付けたものではないような気はするんですけどもね。それからやっぱりミスコンというのは美を競う大会ではあると思うんですよ。じゃあ美を競うことが差別を助長するっていうんだったら、じゃあどうなんですかね。学力を競う受験なんていうのは、まさに競争に投げ込まれて、で、そこで例えば合格できなかった人っていうのは、風下に立つっていうかね、まさに差別の道に入るのかなと思いますんで、競争とかね、コンテストである以上、そのカテゴリーがいかに問わず差はつくのかなと思うんで、これは確かにその通りだなと思うところと、やっぱりその競争が嫌な人は出てこないと思うんでね、なんとも言えないですよね。心理的負担っていうのがあります。ダイエットや審査によるプレッシャーが心身に悪影響を及ぼすと。だからそれが嫌な人は出てこないと思うんですけど、どうでしょうかね。だからミスコンがあるから全ての女性がダイエットをしたとかね、審査によるプレッシャーがあるのかって言ったら、参加してない人はそんなのないわけですから、だからそれが、だから喜びと感じる人がこういったね、ミスコンっていう競争に出てくるのかなと思うんで、これもなんとなく批判には当たらないような気がするんですよね。で、人格否定、一時的な栄光と引き換えに自己肯定感を低下させる。これは本当に出場された女性がどう思うかになってくると思いますけども、そもそもこの5つの、意見といいますかね、考え方っていうのは、ミスコンに参加されてない方が、客観的に判断してる、もしくは当事者でない方が感想を言ってるに過ぎないのかなと思うんですけども、どんなもんでしょうかね。私は積極的にミスコンに関わったりとかね、そこに注目することはないんですけども、そもそもエントリーする女性がいなければ成り立たないんで、結局は女性が主体性を持って、ある一定の基準で、評価されたいと思う人が集まってるのかなと思うんですけども、いかがなもんでしょうかね。それからね、これも一つ客観的な事実なんですけども、ミスコンに出場されてグランプリ取った女性は案外モテないんですよね。これについては別の機会でね、分析をしようかと思いますけども。
なんていうかね、昔キャンギャルって言いましたね。キャンペーンガールとか言って、車の横で水着みたいな格好して傘持つ人ね。ああいう人も結構ね、モテないんですよね。不思議ですよね。だからそういう場でこう求められている美の基準と、実際に男性がお付き合いしたいなとかね、仲良くなりたいなっていう美の基準というのは全く違うところにあるのかなというふうに思っちゃうんですけども、いかがお感じでしょうか。それでは今回は以上です。